最近特にマイブームな食べ物や飲み物ありますか？ないです。あのおすすめしてもらったやつは結構食べてるって意味で言うと、塩辛、イカの塩辛、セブンイレブンで売ってるイカの塩辛よく食べているな。あと海苔とか食べてるし、なんかそういう健康的なやつは食べてるかな。飲み物は同じのしか飲まない。なんだっけ、基本的に、アクエリアスをすごい飲んでいて、アクエリアスかアセロラ、ニチレイアセロラドリンクを飲んでる。あ、納豆はそうですね、もう常に食べてるから、あれはあのマイブームとかじゃなくて、常に食べてるやつ。冷蔵庫の中にあるのは納豆、卵、牛乳、塩辛、なんだろうな、あとな、終わりですね。あ、あとあれだ、ベーコンかハムかですね。で、冷凍庫の中に入ってんのが、なんか、あの、野菜のバラにしたやつ。セブンイレブンで売ってるやつ。ぐらいしかね、入ってないんだ。あとあれか、アクエリアスが入ってる。です。という感じで、残念ながらね、あの、食べ物や飲み物のマイブームっていう概念が存在していないので、ないですね。外食を含めていいんだとすると、最近ちょこちょこ焼肉は食いに行ってるかな。でもそれってマイブームとかじゃなくないって気がするんだよな。ラーメン極める。ラーメンはね、結構浅草で食べてるから、ぼちぼち極めてはいないけど、週3か週2ぐらいではラーメン食ってる気がするけどね。で、カロリーメイトは一時期極めてた。4年間ぐらいね、俺、カロリーメイトとウィーラーインゼリーしか食べてなかったもん。あの、昼飯。会社に着いて、カロリーメイトとコーヒーとウィーラーインゼリーしか食べてなかった。から、割とね、やってたんだけど、なんか、食を楽しんでなさすぎないって言われて、まあ確かにな。まあでも食に、楽しさを求めてないからなってなったんだけど、ちょっとカロリーメイトやっぱ体にそんなに良くないんじゃないという話を聞いて、あ、そうなんだっつってやめようって言って、スーパーのおにぎりとかを食べるようになったかな。はい、という感じで、マイブームな食べ物は焼肉、飲み物はしじみの味噌汁ですね。お便りいただきありがとうございます。どんな回答